まず最初のテーマはこちらです、はい、うん、マインクラフトですね、うん、あのマイクロソフト社が提供しているゲームで全世界で3億本も売れている、世界で最も売れているゲームソフトと言われています、はい、まあ、こんな感じ。一応聞いたことあるんですけど、ね、どんなゲームかまだ把握しないですね僕、はい、これがですね、はい、まあ、一言で表すには難しくて、うん、まあ、簡単に言うとゲームの世界でブロック遊びができるような感じとなっておりますね。そのクオリティがやり込み要素の味噌なんですね、はい、このマインクラフトちょっとめくりたいと思います。はい、ゲームの面白い側面だけではなく教育にも役立つと言われているんです、はい、ついに子どもたちのための面白いイベントが開催されました。その様子をご覧ください、はい、それではどうぞ。あ、こんな感じ。その人気ゲームマインクラフト、ゲーム要素だけではなく子どもたちの教育にも生かされているんです。プログラミングやデジタルなものづくりを通じた問題発見や解決を目指すツールとして教育版マインクラフトも誕生。その教育版マインクラフトで作られた作品を全国世界から募集し内容を競い合う大会がマインクラフトカップです。19年ぐらいやってる。2019年から始まった大会で年々規模を拡大させていき、今年度は2月11日に全国大会が開催されます。その前の地区大会が沖縄でも現地開催されました。小学3年生以下のジュニア部門、小学6年生以下のミドル部門、高校生以下のヤング部門に分かれ、それぞれのチームが想像力を働かせ誰もが元気に安心して暮らせる持続可能な社会、クリーンエネルギーで住み続けられる街をテーマにした9作品が集まりました。早速参加した方にインタビュー、うん、作品はどこにこだわりましたかね、うん、今回の作品で風車やソーラーパネル、水力発電などを使ってクリーンにエネルギーを発電できるようにしたところです。楽しみながら SDGs のことを知れたらもっといろんな人に SDGs のことを知ってもらえると思ったので、インターネットなどで調べた情報からクイズを作りました。楽しかった。とても楽しかったです、ジェンダー平等や差別をなくすことでいけない子どもたちや食料がない子どもたちを改善できるかなと思い全部作りました。エレベーターを置いたりして移動もしやすくして、蜂もたくさん飛んでるんで癒しにもなるし資源にもなる、そういうみんなが暮らしやすい街にしました。マンションのテラス、ベランダのところを少し広めにして車椅子とかでも通りやすくなるようにしました。私たちがやりたいのはプログラミングをもっと流行らせたいとか、マインクラフトをもっと使ってほしいっていうよりはデジタルなものづくりを子どもたちにもっと触れてほしいっていう思いでやっています。マイクラカップは全国を13の地区ブロックに分けて開催をしていて、その中で他の地区ブロックだと例えば自治体さんとか組織や団体の方に応援いただいて一緒にワークショップを企画したりとか、あとは地区大会に賞を作っていただいて子どもたちを実際に賞を渡すっていう形で応援していただいてます。なので沖縄ではもっとまた来年以降参加者が増えたりとかもっと盛り上げていけたらと思うので、いろんな組織や団体さんのお力を借りながら今後もやっていけたらと思います。地区大会後は全国大会もあり、その様子を YouTube で見ることができます。日本各地の作品が集まります、ぜひご覧ください。デジタルなものづくりの世界、皆さんも触れてみてはいかがでしょうか。あ、みんななんか楽しそうにやってますね。いや、僕初めてこれちゃんと見ましたけど、はい、面白くてなんかすごいですね、うん、これね。いいですよね。このみんなこの脳みそ、こう頭が柔らかい時に直結でこうすぐ表現できてるみたいな感じが、うん、しかもみんなよく考えてるな、よく考えてる、えらい、はい、こちら感覚的にデジタルな世界でものづくりできる子どもたちの柔軟性、これすごいですよね、うんうん、ジュニア部門という小学3年生以下のチームも参加できるので、自分の息子にも、まあ、僕の息子ももうやってるんですけども、いろんな面白いの作ってますね、はい、またこの大会はですね来年も開催予定ですので、皆さんもぜひ参加してみてはいかがでしょうか、はい、マインクラフトカップで検索してみてください。以上です。拡散希望。いや